ごめんなさい、すずちなんですみんなごめんなさい、ちょすぐ戻ってくるので待っててください、間違えてないので今ね、れいちゃんね、あの高行き廃棄危険や、ありがとう今ね、れいちゃんが洗ってくれてるのね、物を、だからすぐに戻ってくるから待ってくださいで配信しないとダメだし、しかもここね、ここ誰もいなかったらさ、みんなびっくりするじゃん、だから私が代わりに今出演させていただいてます。すずちです、こんにちは、すずちのお部屋のすずちですねえ、どなただよね、ごめんなさい、すずちです、いった誰、れいちゃんの、れいちゃんのお友達、なんだ友達か、友達です、すいません、ありがとう、結構包丁とかあるので気をつけてください。すごいじゃん。ありがとう。昨日もさ、うちらたこ焼き作ってくる、プロだから、プロ、まぶたちです、それもう私今日3食たこ焼きなりそうだよ、はい、れいちゃんが今から登場しますそうです、イエーイ、れいちゃんが来ました、みんな優しいよ、めっちゃよくしてくれた、みんな取れる、うん、もちろん、やっほー、みんなよくしてくれたよ、ありがとう、あとおたっちさんがギフトくれた、あ、おたっちさんありがとうございます、おいしい、めっちゃ、ごめんね、やっほー、いや今日っていうか、まず昨日もうたこ焼き食べてんですよ、うちの、で今日も今からたこ焼き、まあ具材が余ったから、まあまた作ろうかな、うん、みたいな、まあ配信できなかったしね、昨日たこ焼き、うんうんうん、作ります、作っていくよ、イエイ、材料紹介、ね、すごくない、すず何これ、すごいじゃん、職人の技これ、え、違うよ、それだから挟まったって言ったじゃん、あーに使ったやつすごい、材料は昨日の余り物です、はい、材料は昨日の余り物です、うん、昨日の私んちね、冷蔵庫がねいっぱいあるので、袋の中に昨日の材料を入れて保管してました、偉くね、いやマジでね、納豆とか大丈夫かな、情報ちょっと怖いかも、まあまあいいけど、まあとりあえずどうするんだうちら、まあまあ一旦ウロちゃんの、そうだね、一旦ウロちゃんの、よし、たこ焼きの粉もある、こうやって作る、すごいじゃん、いきなり英語、んかっこいいそれやっていいの東大生だけだよコラクエン魔女の匂いで、大丈夫、大丈夫じゃない、臭くないよ、なんか心配だわ、水 500cc 4人前もいらなくない、うん、250、うん、水500、じゃあ半分で、半分で、水500ってどういうこと、あ、こっちがレイちゃんごめんなさい、はい、でもさ、あの一袋の半分使って昨日3人でさ、うん、めっちゃ余ってうちら朝も食べてるわけじゃん、うんうん、でお持ち帰りしてるやん、ミルベに関しては、うん、たこ焼きお持ち帰りジップロックでね、すごいでマジあれ絶対まずいよね、うん、絶対捨ててると思う、私絶対捨ててる、だってジップロックに入れて持って帰ってんだよ、私の友達たこ焼き、やばくない、やばい、え、衝撃的事実だったんだけど、じゃあなんかたこ焼き持って帰りたいみたいな、え、余ってたのね、でうちら朝も食べてるの、まあ、朝っていうか昼、うん、昼、まあ夜更かししてるから普通に、うん、まあ、朝じゃない、9時とか6時とかの問題じゃなくて、うん、普通に11時ぐらいにたこ焼き食べてたの、うん、でそれでも余ってたのね、そう
で、どうする？まあ捨てるよ普通。でも見る、あ、また名前出しちゃう。で友達はすごい節約家だから、そうジップロックにね持って帰った。え、でも本当に普段からもうね、あの交通費とかもねすっごいきっちりしてる子なのね。だからその余り物はいただくみたいな。そうそうそう、ダンスレッスンに持ってったけどさ、絶対ダンスレッスンですよ、たこ焼き食べたらくせえよ、ね、絶対体調悪くなるよ。さすがうちの友達。しかもね、納豆たこ焼きとかね持って行ったのジップロックに。絶対くさいね、嫌なんだけど。ロシアンルーレット状態よね聞いてください、私足をめちゃくちゃ怪我しましたでもすっごい痛くて。ね、待って、水500ってどんぐらい？ペットボトル1本分ぐらい。え、そんな、あれ2リットルだよ。待って、私スマホあったんだ。とりあえずちょっと、ヘイシリー、水500リットル。え、なに、水500リットル？ミリリットル？あ、ミリリットルね。500リットルやばいでしょ。ヘイシリー？ヘイシリー？水500ミリリットル。どんぐらい？何本ぐらい？500ミリリットルってどんぐらい？100。待ってね。うん、こんぐらい？ちょっと待ってね、今画像で調べて。画像？あー、1本分ぐらいかな。むずくない？どんぐらい？500、カップ、いや、これじゃない？軽量カップ1、これじゃない？ 2.5500 って 2.5、 うん、2.5 ぐらい。まあ適当に。これ半分でよくない？うん、半分の半分また入れます。なんか持ってくるものある？ないんじゃない？水は？え、これでいいんじゃない？これ半分かしら。え、ちょ、むずくない？昨日はさ、めっちゃ綺麗に半分使ってるからさ、半分の水って赤いけどさ、 500cc に対して300-350ぐらい。こんぐらいかな、うん、卵こんぐらいかな。だし持ってくるね。いや、いいよ、だしいらない。え、いる？いるよ、美味しいもん、だしいるから。もうどっちでも、昨日もそれで喧嘩したね、うちら、うん、だしいらない、いる結核入れました、はい、いつもね、レイちゃん折れてくれるんです。レイさん、手が痛い、痛い、痛い。温泉行きたい、温泉。2個。ね、待って、すごい卵なんだけど、え、これ絶対ヒナいる。ね、待って、やだ。え、これ絶対さ、いるんだけど。何が？え、これ、これなんか絶対中にいそう。何が？え、本当に？なんかいそう。え、すごいじゃん。めっちゃいそうな感じする。え、いいね、いいね、いいね。だってめっちゃ一つだけ重いもん。いや、お姉ちゃんいたんだって。お姉ちゃんいたんだ。え、お姉ちゃんいたことあんの？怖っ。卵1個でいいよね、うん、あ、待って、あ、そう、あとは卵、あ、これで混ぜます。あ、だしもね、待って、だし入れるんだったらさ、ミスったじゃん、うちら。なんで？え、だって水500入れちゃったよ。500じゃない、300。だしは別だよ。え、そうなの？え、てか、だしないんだね。
じゃん。あ、めんつゆでしょ、うん、え、昨日めんつゆ入れたじゃんそこに。あ、これか。うん、まあ別にどっちでも。やだね、前もさ、たこ焼き部のさ、あれの時にさ、もう4食ぐらいたこ焼き食べてたよね、うん、それ思い出す。めっちゃ思い出なんだけど、私めんつゆ臭っ。めんつゆオリーブオイル臭っ。違うよ、冷蔵庫たこ焼き。だたこ焼きから私ね、あれなもの、お出会いがあったもん、いっぱいもんだと。でしょ、うん、だろ、うん、かっこいい。え、どれ、ひな、うん、怖くて開けてない。え、どこどこどこ、え、どっち。で、一番奥。一つだけ、それだけ違くない、なんか違う、ひないるわ、これいるよね。え、見たらわかるんだって。見たらわかるん。え、いるわ、ひないるよね、うん、重さやばくない。重さやばい。一つだけ重さめっちゃやばいのひないます、これ。これひないる、ひないる。やばい、怖い、え、怖い。どうしよう、こけた。よかったわ、友達で。ありがとう。今日もね、言ってくれたんです。今日ね、れいちゃんにね4回ぐらい言われた、うん、本当に面白い。なんかね、一緒にいてめっちゃ元気出る嬉しい。あー、ほらね、こんなことするのこの、ここにさ、本当にやだ。ひながもしいたら、れい、ちゃまでしょ。え、れいってなんすか。ちゃまだろ。ちゃまか、ひなちゃま、すずちゃま、ちゃますず。え、待って、割ってみる。え、うん、え、みんな見たいよね。え、待って、絶対怖いんだけど。ちょっと待ってろ。え、世界、え、だってさ、待って、一回待って、これさ、お店の名前とか出てないよね。うん、これ一回見せよ。うん。こうあるじゃん。でかくね？一個だけ色違くない？うん、で、まあまあまあ、あ、普通、あ、普通。もうって感じなの。ヒカキン？もうって感じなの。で、でよーく見るとね、なんかね、そう、違うの。違う。え、違う。違う。だってなんかほら、ここが違うもん。変じゃない？一個だけ。え、やだ。え、怖くない？マジでヒナいたらやばくない？え、マジヒナいるよ。え、いるよ。え、待って。え、でも死んでんだよ。え、調べてみて、卵、ヒナ。センシリーって言いそうなんだ。セイユって、ヘイなのに。セイヘイ！え、待って、怖いんだけど。え、絶対お、いるよ、これ。花だって。ヒナ、入ってる。ヒナいる。え、待って、怖いんだけど。え、ガチでそういう事件あると思う。ヒナいる。これさ、どんぐらい混ぜる。あ、いる。ひよこだ。怖くない。あ、違うって。え、なんか、あの、二重に卵入ってるんだって。あ、そうなの。まだ違うの、うん、信じていいの、うん、いや、そう思っとこう。え、怖くない。え、本当に割ってみよう。それしかない。だって嫌だもん、一人でみんな。確かに。明日もどこ行く食べればいいじゃん6食目元気じゃん。いや、無理だよ、怖いもん、火抜いたら。普通に携帯のランプモードね、もう本当にやばい。これでさ、こんななってたらね、本当にやだ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 、本当にやだ。待って、わかる、わかんない。これね、いや、全然わかんない。さすがにそんな透けてないんだよね。うん、分厚いよね。え、怖くない。待って、一旦生地できた、一旦生地できました。イエーイ。ちょっと置いていて、いんで、うん、このタコをね、タコも使い回し、ちょっとしかないから、もうあまりだから。あれ持ってきて、油。ああ、ありがとう。で、昨日さ、たこ焼き、うわね、すごい包丁。昨日、もう紅しょうが、うん、あれなんだっけ、
あれオリーブオイルじゃない、あの油を引かずにたこ焼き作っちゃって、そうくっついても一回全部捨てたよね、うん、捨てたっていうか洗った。本当にやだ、もううちらね計画性がなさすぎる反省して、うん、やだ、うん、ミルク持って帰るし、また名前出しちゃったよ本当だ、個人名出さないで、ごめんなさい。え、でもね、でも本名じゃないから大丈夫。まあ、まあね、全部本名じゃないもんね、すず、うん、みたいな感じじゃないもん、うん、レイみたいな感じじゃないもん、そうそうそう、藤園レイ藤園レイはやばい。チャチャさんありがとうございます。ありがとうの花が咲くよ。本当にね、すずといると元気出るわ。ありがとう、いいよ、なんか毎日感謝伝えてくれるんです。うちだってレイちゃん巻き込まれてるって。いや私割とさ仕切ってるよね。うん、イエイ。え、本当にひな怖い、どうしよう、怖い。なんかレイちゃんのファンの人って優しいね。だよ、すごいじゃん、コットンまた持ってきた。これどうやってつけるの、こうだっけ。そうだよ、あ、まずボケじゃん、やだ。え、いける、フォーの方がいい、うん、え、何これ、あ、水、あ、水。そのうちじゃなくて、ひな怖いな。え、もう一回割ってみない。え、割ってガチいたらもう配信終了だよ。なんで、怖いじゃん、ブロック食って、うん、名前つけとくひなに。6サンデーマンデーチューズデイウェンズデイサンデーフライデイサッタデイチャンチャララランイエイ。サンデーマンデーチューズデイウェンズデイサンデーサンデーニャン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 123ニャン、ありがとう。にゃん123にゃん、ありがとう。にゃんにゃんにゃん123にゃんにゃん、ありがとう。本当に足痛い、ちょっと見せたい、みんなに足。いやだやだ、絶対やだ、あかん、痛いよやっぱ、痛いよそれ。いや本当に痛い、本当に痛い、マジで痛い。ねえ、やだやだやだ、本当に痛い。だってね、腫れてんのよ、やっぱり。痛い、めっちゃ痛い。え、もうね、すごい足がパンパンに腫れてるの。でね、今日歩けなかったんです。ね、本当に面白くて。だから今日卵がどっちにしろ昨日で切れちゃったから、卵は買いに行かないといけなかったのね。うん、たこ焼き配信するって言ってたから卵ないと無理じゃん、うん、で卵の代わりになるものってめっちゃ調べたけど、どっちにしろたこ焼きは卵がもういるのよ、いるレシピしか出てこなかったから、あ、もうなんかで代用できないわと思って、うん、卵を買いに行ったんですね、うん、で、うん、なんだっけ、スーパーに行ったんです、スーパーに行ったのね、うん、でスーパーのさ、なんかトイレの近くにさ、よく階段あるじゃん、うん、でそこでスズこけちゃうんですよ。かわいそう、なんかで、ね、あのね、近くのね、あのお兄さん、お兄さんっていうか清掃、まあ、清掃員のおじさんがいたんですけど、2人組に両脇も、あの、もう支えてもらうぐらい、あの持ち上げてもらってね、すごかったよね。痛そうだ、お兄さん大丈夫みたいな。だからもうこうこうやってあげられたね。めっちゃ痛かった。だって見てたもん、うん、後ろから。この人ね、本当になんかもう笑えてなかったよね。うん、もうドン引き。私もドン引き。それもさ、今日土曜じゃん。うん、だからさ、人多い。人多いんだよ。人多いのに。
ずっこけたんだよ。人多い中さ。私転がり足引きずってんの。いや私転がり落ちたぐらいあれだからね。それもさ、なんかマジで分かりやすい例で言うと、えでもさ、卵すず持ってなくてマジよかったよね。すずがさ痛い殴らない曲がってるやつもう張り弱小張り違うの、膝こそ黒いとかじゃなくてこれ青タンなんです。それもさ、それもさ、私が卵持ってたからよかったけどさ、すずが卵持ってたの。やめてもう卵持ってたらさ、清掃の人も最悪だよ。絶対助けてないよ。それもさ、すずがね前を歩いてたのでさ、え、もう痛いよ本当に。だってこの子追い打ちかけてきたからさっき本当怖いんだけど、もううわーちょっと痛いで、しかも一番痛いここだって、こっちとかにすればいいじゃん。この子こっち追い打ちだ本当に。でそれでマジで感謝して私に、だって私が卵持っててよかったよ。そうだね、すずがそれもうマジで分かりやすいですよね。だからさ、こけたって言うのはなんかあずかずかあんみたいな感じと思うじゃん。それも結構もう3段ぐらい降りて残りの階段もなんかマジで分かりやすい例えで言うと、サッカーのさ勝ったーみたいな感じでさ、草をさこの膝でシューンってするの分かる。それをね階段でやってんの。私なんか一緒にいなかった時らしいんだけど、あの歩道橋でもかけたんでしょ。それも本当にやめて、階段向いてないじゃない。苦手分野階段階段苦手、なんかトラウマ。あ面白い、マジ痛そう。マジ痛そんな怪我すんの。そんな怪我すんの。すごいじゃん、すごいじゃん、すごいじゃん。捻挫じゃない？捻挫じゃないの。見てこっちもなってんの。こっちも。あ、よかった私かけなくて。二人とも。あ、本当に面白い。そのありがとう。それもさっき間違えてこっちでやっちゃって、見て血出た。やばボロボロやん。もう疲れた、やだ。本当に面白いの。やめてほしい。でもね、レイちゃんちょっと知らないふりしたの、ね、え、そう、なんかちょっと違う人な感じした。え、そう、あのね、ちゃんとね、大丈夫とか言って、うん、え、すず、大丈夫？こけてこけて、なんか、え、え、やばくない？やばい、たこ焼き。で歩いてた。本当にこんな、え、もうなんかマジで谷でこうやって行って、うんね、本当にみたいな、痛いよね、痛いよね、痛いよね、なんかできることだったら言ってねみたいな。そうそうそう、マジで他人行儀なの。なんかもう通りすがりのおばちゃん精神なんで、あ、大丈夫、うん、みたいな。でさ、すずもさめちゃめちゃおもろいの。なんか私が多分そのそっけない感じ したから、うん、鈴も立ってもも立ったんだけど痛すぎて一回しゃがんだの。そうなの。でもさやって、そうそう、でもなんかね、あのね、レイちゃんが結構クールだったの。笑ってくれなかったのね。違う、なんか、ね、違う、笑った方がなんか恥ずかしいかな、うん、いやいやいや、笑ってくれた方がいいのよ。だってすごいこけ方したんだよ。めっちゃね、子供連れの親子とかね、いっぱいいるのね。メリーゴーランドとか乗ってる子供とかが、あ、メリーゴーランド、まあ、あるんですけど近くに。なんかそれでなんか、あの、もう本当にもうね、親子連れとかもうね、すごいいいカップルとかね、いたんですよ。いい感じにイルミネーションしてたし、そうそうそう、ほんでもう階段にスライディングしたわけ。でも雰囲気ぶち壊し。あ、
本当に嫌だ。でもねこの人まあなんか知らないふりするか私やべえみたいな、なんか笑いながら笑ってああこけちゃったみたいなやろうとしたんですよ。でもなんか意外にクールだったからあやばいこれダメだと思って、うん、じゃそれもなんかさなんかなんていうのなんかガチのショッピングセンターの中のスーパーとかなのね。だからスーパー単体じゃないよあそこ。そうそうそう。だからいろんなお客さんがいる。いろんなお客さんがいるの。そう。でもうね。本当に嫌だ。本当に全ジャンルに見られてた。全ジャンル。全人種。全人種に見られてた。もうちっちゃい子から高齢者まで。そうそうそう。幅広い年齢層に見られていいじゃん。まあねまあね。友達もいたし。そうそうそう。いい経験じゃない。外国の方もいたので、いい経験だ、ね、いいねいいと思う。ストリート、うん、いいじゃんストリートラッパーみたいな感じで、うん、なんいいのかな。ストリート階段転がし、でも私足組めないもん痛すぎて、なんかもうやだえでもそれで言うと私もね違う、私もそういう感じで気づいたけど、なんかおばあちゃん家がね階段なのね。でおばあちゃん家階段で、でなんかそのおばあちゃんなんかさ生物わかる、あの学校のさ革靴があって、ね、革靴ってさ結構裏歩めっちゃ歩いたらスレスレになるのね。でそのスレスレで階段を降りてたの。そしたらさこの階段でさこうカックンってなってるさ、この90度の部分こうなってて、うん、ここの部分でさね、話聞いて聞いてなかったここの部分でさめちゃめちゃ滑りやすいじゃん、ここカシャみたいな。でちょうどここにカシャってなった、私もさスライディングしちゃったわけよ、うん、どうサッカー選手。そうでここ2ヶ月ぐらいずっと腫れてた、ほっこりここ私も。明日どうなんのかな私。いやもうすごい、どうだろうね、尻尾張ったら。いや痛えよ。あそうか、傷口すごい深い、ね、あの2種類になってるんですよ。まず青タンで紫タンで、その次血で、その次かすり傷なんですね。すごいジャンルすごいジャンルすごいいいと思う。 いいジャンルだね。でこだったんどこ、でこだったそこのそこそこオリーブオイルの何だかもあった。いいよ、なんか飲む。ちょっとそれちょうだい、うん、あちょっと濃いから薄める。え何で水。いいよ濃くて、思ったより濃いよ。あのね歌う前にウーロン茶飲んだダメなんだって。えそうなの。そう、私カラオケでウーロン茶頼むんだよ。ダメなんだよって。どうしたらいいの。なんかねもう余計ないい油も流れてしまうんだって。え喉って油なんだ。あるよ。じゃあどうする。えどうする。私はいいけど、うん、私はなんかそれなんならうまくなりそう。えなんならうまくなりそうじゃない。私の場合下手くそだから。あっち、あ、待って、そう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 、よくない。ほらほら私、え、そうなんだ。待って箸ない。あ、ある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 、あっち、あっち。カラオケ来た。うちら家でしかカラオケしたことない。いやね、かわいそう。なんかピンクのマイク、ね、そうピンクのマイク鈴が持ってるのよ。今油を引いてます。さ今めっちゃふと思ったけどさ、うん、あのミルピョン、またこういう名詞出しちゃった。ミルピョンと話してて思ったんだけどさ、うん、めちゃめちゃ、うん、なんかさプールのニュースそれねって言わない。そうわかるの。あそうそうわかんの。めっちゃギャルなの。わかんの。えそれね。そうでなんか私がねめっちゃ最近太ってたらわかんのって言う。そうわかんの。わ、ね、かんのとか、わ、ね、かんの。普通さ、え、わかるとかじゃん。わ、うん、かんの。それで、それめっちゃわかんの。ねえ、それめっちゃわかんのっていうの、うん。そう。で、なんかの方言なのって聞いたら、え、違う。うん、なんだっけ、県じゃなくてなんだっけ、やけみたいな。あ、やけとか。なんだっけ、富山だよね。富山。やけだっけ。やけだ。じゃけとか。うん。じゃが。ね、結構使うよね。結構使うね。
はい、はい、すいません、もう茶番が長くなってしまって。いやなんか思った、なんかさ、え、いくよ、うん、すごい職人、うん、職人技、うん、任せてー、すごい、いけ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 、すぐちおせ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 、温泉来たよマジで、わかる、頑張るか、入りたくない、え、めっちゃわかる、なんかさ、ダメだわ、たこ焼きいいわ、え、たこ焼きさ、昨日の夜もさ、今日の朝もじゃあ食べてるわけじゃん、で、うん、あ、今日の朝か、で、今も食べるやん、夜じゃんこれ、うん、ってなるとさ、うん、揚げ物をずっと食べてることだよ、うちら、焼き物だから、なんか今日むくんでるの、なんか違うわ、違うんだあ、たこ入れさせてもらいます、失礼します、お願いします、はい、はい、一丁、はい、二丁、あ、三丁、え、昨日の残りのチーズある、ある、一丁、三丁、四丁、五丁、六丁、でさ、うん、待って、なんだっけ、これでいいか、うん、で、タコ常温で、あ、タコじゃないや、焼く、納豆常温でさ、うん、売ってた、あ、売ってたじゃないよ、うん、置いてたけど、いけるかな、いける、いけるよね、いけるよね、まあ、腐ってんもん、納豆って、そうだよね、それも1日だし、昨日の夜からだし、なんか私、あれじゃない、座敷わらしからやばない、うん、え、やっぱ前髪パッツにやばいなすごいな置いてたらさ、焼いてさ、こうもう食べて喋って食べて喋ってをさ、ずっとその繰り返してってさだからさ、こういう系マジですぐ片付けないとダメだと私思った、昨日、そうなんです、でもマジで、ちょ、よしゅんしょかいてちょうだい、ゼイリスなんてついてない子らくら、池袋だよ、ごめんチュー、かわいくてごめん、意識せちゃっててごめん、うちらいつも配信の時にこれ歌わない、やだ、え、涙色二人のこと、なんだっけこれ、なんだっけ、駄菓子たちだ、なんだっけ、あがかく、なんだっけ、かき、西野カナの私たち、なんでしたっけ、水気うまい、あ、君より私の方が知っててて、みたいなやつだっけ、なんだっけ、私のこと、私のこと、なんだなんだな、知っているのは君だけ最高、ハリポタ、めっちゃ曲がるよ、間違いね、ありがとう待って言われて、やばい、言われちゃう
ターの味方だよ。あ、そうだ、マヨネーズとあれだ、持ってこい。お皿もいるね。あ、そうだね。なんかこのチーズ、このかこういう感じで焼いて、この中にキャベツとかをね入れて、めっちゃ美味しいの。お餅とか入れて。ソースない。あ、え？あ、あるある。え、ある？うん。どこに？ここ。マジ？うん。涙出そうなんだ。多分。ないわ。ないんかーい。ここレイちゃん家じゃないよ。見て、一応醤油持ってきた。ありがとう。醤油あるからね。焼き具合見せます。わ、すごいじゃん。チーズ。喉乾いたね。うん。愛知のいちこさん。もしいつもニット帽がかぶってる。え、そうなの？いちこさん。でファンの人からずっといじられてる。あ。し。永遠なんてものあるわけないでしょ。そんなことを言われても結局愛なんてないなら今夜はピタ影ほっとけよ。どうせ俺は一人がお似合いさ。おい、もう終わったおいから今夜は泣くさ。コンこの声が枯れるくらいに君に好きと言えばよかった。ねえねえねえ、私の一番可愛いところに気づいてる。そんな君が一番すごいすごいやすがすぎる。ねえねえ、ゲームしよう。いいよ。今歌ってたじゃん、うちら、うん、それで、うん、だからじゃあ例えば、うんうん、真夏のサンスクつぶやきながら次のステップへ進みたい、あ、次のステップへ stay by myself みたいな、うん、その分かって、うん、あ、そういうことね、うん、はい、うん、歌詞につなげて何か、やけめっちゃ苦手、めっちゃ無駄、私笑ったことやったことない、やってるやってるテレビでやってたから無駄しちゃう、これやるやるべき、じゃあやろう、や、何がいい、永遠なんてものあるわけないでしょ。そんなことをないわ。聞かれてもき続き。何どう？わかんない。怖い絶対。自分でつくのなしだよ。ある曲でやって。今夜はピタ影仏よどうせ俺は一人一人絶対歩くない。うん、一人ぼっち恐れずに生きようと。はい、罰ゲーム。ふるさとの回ち丘を巻く坂の、すごいすごいじゃん、どら焼き、すごい、なんかカンク色この道、あ、懐かしい、このみこの道中ね、ほんとに熱い、一番どうや、あ、なんか飛び物が水すごい、やばくない、え、今日なんか焼き加減、今日めっちゃ下手じゃない、うちら今日っていうか昨日は下手くそだったけど、うん、ボロボロだったけどね、もうね、うん、ね、
口の中に入ればいい。口の中にみたいな言ってたのね。口の中に入ればいい。でもなんかひどすぎて写真撮るね。余裕も撮れないもう、ね、まずそう。あ、やばい、な、見て。映えない、来た。なんで？映えじゃない。見てないじゃん。なんで？なんかさ、私たちもっと女の子っぽくなりたいね。ね。仲いいな、だって。ちょっと。はい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 。え、ちょっと！あいつもこいつもこの出来よ、あの日なんてなんているんだよ。もう死んだめならこの僕はもうぐれちまうよ。あんあんこの声が枯れるくらいに君に好きと言えばよかった、君に会えてよかった。すごくない？めっちゃすごい。歌ってたなと思う。なんだっけ、え、忘れちゃった。かわいい。はい、みんな一斉ので、かわいい。うん、今日もおいしい。このめっちゃ焦がすやつ。うんうんうん、やばいやばい。え、なんか今日やばくない？これ鉄板が悪いよ。うん、あんた洗ってないからかな。いや、洗ったよ。ほんとでしょ、うん、知ってるよ。なんかすっごいなんか汚い。なんかなんか、え、あー、なんかね、焼けいける部分といけない部分あるわ。眉毛変え。あー、ダメだこれ。ちょっとこれ粉が悪いのかな。いや、そんなことないぞこれ。あー、使いな。いや、曲がってんね。あー、やっぱ回しやすい。もうスキー行きたい。でも私あれやったもん、スノボ。うん、でもさ、スノボから挑戦ってすごくない？みんな最初好きやのに。やっぱエリートなんで。エリートコース。はい、なんか言うてはりますけど。なんか言うてはりますけど、ね、待って、なんだっけ、学校であったよね、なんか私がめっちゃ大阪弁間違いで使っちゃった。なんだっけ、なんだっけ、なんか、ね、標準語と大阪弁。そう、めっちゃ寒くて外が、なんだっけ、なんだっけ、なんか外寒い、え、寒い、寒ないやんみたいな。なんか、あれ、寒ないやん、なんか言ったよね。なんか言う、めっちゃ笑ったよね。めっちゃ笑ったよね。私ね、すずとちょっと距離置こうかな。なんで？笑いすぎて疲れた。なんかね、そのうちなんかあれだね、筋肉痛なりそうだね、笑いすぎて、うん、いや、ちょっと筋肉痛だよ。え、すごいじゃん。だってすずといて、いるじゃん。で、そしたらめっちゃ元気が出るから、仕事めっちゃ頑張れる。え、嬉しい。なんか笑えるから嬉しい。なんかね、笑うとね、マジでいいんだよ。そうだよ、うん、そうだす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 。え、なにさ、汚いの。待って、めっちゃ汚いんだけど。なんか笑いすぎた。え、なんかちょっといじりすぎたのかな。ね、待って、すずさ、たこ焼き下手だよ。これはどうしようもできない。あ、待って、服避難させるの忘れてた。あ、そうだ、まあいっか、まあ、いっか、わかんないよ。わかんない、別にいいわ、服は。まあでもコートとか洗えない、まあいっか。わ、うん、どっか開ける。うん、一箇所開ける窓。うん、いいよ、いいよ。韓国の AKB サイトで藤野レイちゃんの友達が可愛すぎるっていうのがたくさんいるって。どういうこと？だから韓国の AKB のサイトでレイちゃんの友達が可愛いと話題らしい。嬉しい。え、どういうことですか？嬉しいんですけど。え、待って、本当に？え、エイプリルフールとか。ハッピーバースデー。嬉しすぎて今めっちゃ顔赤いんだけど。ね、すごい。嬉しい、可愛いんだけど。可愛い。ね、
え、それどこで見れるんですか？韓国のサイトだって。え、韓国のサイト。でも韓国のサイトで見てもさ、韓国語だからさ、写真写真カーンとか書いてあったよ。それ中国語。じゃあ韓国っぽく喋って。ちん。ちんじゃよ。あ、マスカケキャン。あ、私ね、めっちゃ適当英語うまいの。やって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 。あ、そこのゲイ？あ、僕のスキンゲイ。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 お、すごい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 。お、何なんか面白いわ。なんか動画回してみたいな。足りない足りない。え、てかさ、 YouTube やらない？君に夢中。え、やっていいよ。え、やりたいんだけど2人で。いや、バズっちゃうよ。バズっちゃうよ。ダメなの？え、やっていいけどね。 YouTube やる？どうよ。スズレイで How I saw me。 こんにちは、スズレイです。なんか雑談メイク動画とかめっちゃもう600万再生ぐらい行くよ。え、やりたくね。ちょっとコメント読もう。いや、うちらね、普段からこういうテンションだよね、うん、こういうテンションなんだよ。なんかテンション下げた方がいいかな。いや、もっとテンション高い。いや、もっとテンション高いよね、普段、うん、え、でもね、あの道ではあんまやらないね。やっぱ家とかが多いかも。さすがにね、学校とかね、うん、人が少ないところでテンション高い。そう、なんかね、人が多いと緊張しちゃうよね。いや、うん、しない？わかんない。いや、昨日とかね、マジでちょっと本当に近所迷惑じゃないかっていうか叫んじゃった。なんで？近所迷惑なんじゃないかっていうぐらい叫んじゃっとって。あ、だってずっと笑ってたよ。だって楽しいんだもん。だって盗撮してきたんですよ、この子。嘘で。私のやめてくれよ、盗撮。うん、盗撮してきた。今餃子作ってるって。いいな、すずちゃん好きです。だって私も好き。楽しそうでいい。楽しいね。うん、藤園家来ていいよ。え、行きたい。でも藤園家ね、言ったじゃん、ちょっと学校で。あ、そうだった。めちゃめちゃ濃い家族なの。そうなの。本当にそうなの。そう、おばあちゃんめっちゃスピーカー。おばあちゃんね、もうね、この話聞いた瞬間私もう笑い止まらなかった。え、スピーカーなのね。まずおばあちゃんスピーカー。なんでおばあちゃんスピーカーかっていうと、うん、私が、え、ちょっとこの話言わないでねみたいな、うんうん、え、でやばいでしょ、ここの上のしたら。やばい。暑いよ。私ってバカなのかな。ちょっと待って、一旦ちょっと持ってて持ってて。私がこの熱いやつ処理する。失礼します。ありがとうございます。あっち、これなぜ接してないかな。あ、そう、なんでおばあちゃんスピーカー。そう、おばあちゃん、私がじゃあだからなんで、あ、違う、なんでおばあちゃんスピーカーって言うと、うん、なんかこの話言わないでとかあるじゃん、家族の中でもさ、まだみんなに言えてないみたいな、うん、まあこれまだ言わないでねみたいな、みんなで結局家族全員に言うけどまだ言わないでねみたいな話とか、うん、おばあちゃんにするっするじゃん、うん、え、まだなんか電話とかで言うじゃん、うん、え、まだ言わないでねみたいな、うん、で、まあ本当に、まあ、ばあちゃんに知ってないからみたいな、うん、電話するよ、うん、で次にじゃあもう30分ぐらいかな、お姉ちゃんに電話するとするじゃん、うん、お姉ちゃんが「え、れいちゃんなんとからしいじゃん」って知ってんのよ、おばあちゃんにしか言ってないこと。で「え？」ってなるじゃん。「え、なんで知ってんの？」って「え、ばあちゃん」って言われるの、でお母さんが家に帰ってくるじゃん、うん、「え、れいちゃんなんとからしいね」って言って知ってんのよ、うん、で「え、誰情報？」っつったら「おばあちゃん」って言うのね。すごいじゃん。はい、そうなんです。すごいです。サプライズとかも言っちゃうよ、おばあちゃん。そうなの。うん、やっせんぼうさんありがとうございます。うほうほうさんありがとうございます。セッキーさんありがとうございます。千葉さんありがとうございます。うほうほうさんありがとうございます。
キスオッパさんありがとうございます。ザックさんありがとうございます。天使閣さんありがとうございます。愛知のいちごさんありがとうございます。ウホホさんありがとうございます。手私手あれだよ、クリームパンダちゃんみたいだよ。そうすぐあ、じゃあちょっとたこ焼き食べる配信は TikTok 配信する？うん、 TikTok ライブをしようかな。すずち、じゃあ TikTok 配信したいと思います。バイバイ。884さんありがとうございます。13位千葉さんありがとうございます。12位はリーダーさんありがとうございます。11位は天使閣さんありがとうございます。10位はハッピーサッピーさんありがとうございます。9位はハウさんありがとうございます。8位はマックスさんありがとうございます。7位は YSA73 さんありがとうございます。6位は幻さんありがとうございます。5位は愛知のいちごさんありがとうございます。4位はどさんこトントンさんありがとうございます。3位はセッキーさんありがとうございます。2位はおたっちさんありがとうございます。1位はウホホさんです。ありがとうございます。ありがとうの花が咲くよ、君の持ちにもほらいつか、ありがとうのレイがいるよ。なんでレイがいるよとか言うの。やだ。じゃあ TikTok ライブします。みんな見に来てね。茶まで今からします。たこ焼き食べてちょっと雑談します。じゃあバイバーイ。すぐやります。バイビー。